皆さんこんにちは、クラフトチャンネルです。今回は1分でロシアの3つの嘘について紹介します。1、第二次世界大戦の結果、北方領土はロシア領となったというロシアの主張です。そもそも日本とソ連は1941年に日ソ中立条約という相互不可侵条約を結んでいました。またソ連は大西洋憲章で領土の不拡大を宣言していました。したがってこれらの経緯からソ連およびロシアは北方領土のみならず千島列島や南カラフトを領有する権利はないと言えます。に、領土交渉の進展の妨げになっているのは日米安保だという主張です。よく保守系の言論人も日本が自立した安全保障を作れば領土はすぐに帰ってくるという方がいますが、それは大きなプロパガンダです。なぜなら1950年代のフレシチョフの時代に二島返還についてソ連が認める立場を示していました。しかしそれは1951年の日米安保条約が発効された後です。また平成になってからのソ連崩壊後に何度も領土の返還を示唆していました。したがってこれらの経緯から日米安保が原因で領土交渉が進まないというのが単なる口実に過ぎないことが証明されました。 サンフランシスコ平和条約にて千島列島と南カラフトを放棄したので北海道の一部である北方領土以外は返還を求められないというロシアの主張です。よくツイッターとかで保守系の言論人もそのような主張をする人も稀に見られますが、それは大きな誤りです。確かに同条約にて南カラフトと千島列島を放棄しましたが、そもそもソ連はこの条約に調印していません。したがって同条項の権利をソ連は主張できません。したがって先ほど説明した3つのことから北方領土と千島列島と南カラフトの領有をする権利はロシアには一切ありません。したがって日本はこれら全ての地域の返還を求めるべきでしょう。くれぐれもロシアのプロパガンダやデマには注意してください。